ビバリーヒルズのアカデミー本部ビル、映画芸術科学アカデミーは、映画産業における芸術と科学の発展を図るため、アメリカ合衆国などの映画業界人たちによって、結成されている団体である、ロサンゼルスとビバリーヒルズに本拠を置き、アカデミー賞の選考、授与、映画文化、映画教育、映画技術の研究に対する助成などを行っている。 アカデミーの会員は映画業界のプロフェッショナル6000人以上からなっている。そのメンバーの大多数はアメリカに拠点を置いているが、会員にふさわしい業績を上げた映画人なら国籍、居住地に関係なく会員となれる。2004年の時点では36カ国からの劇場用映画に関わる映画人が会員となっている。アカデミーは毎年のアカデミー賞の開催で世界に知られている。 その他、映画を制作する大学生や大学院生に対して、学生アカデミー賞を授与し、毎年5人までに、ニコル映画脚本フェローシップを受賞している。また、ビバリーヒルズで、マーガレット・ヘリック図書館を、ハリウッドで、ピックフォード映画研究センターを運営している。ビバリーヒルズのラシエネーがブールバードにあるフェアバンクス、映画研究センターハリウッドのピックフォード。 映画研究センター2020年に開館する予定のアカデミー映画博物館が入居する9名カンパニー、百貨店、ビル1927年5月11日、映画芸術科学アカデミーは非営利組織として36人の会員により創立された映画監督、脚本家、俳優、さらに撮影監督など映画スタッフのほか、映画プロデューサーと、 映画会社社長を兼任するハリウッドのボスたちも創立会員となっており、特にルイスビー・ムレイヤーがアカデミー創立に果たした役割は大きかった。最初の会長には俳優ダグラス・フェアバンクスが選出された。アカデミーの創立の目的は映画における芸術と科学の発展を図るためであったが俳優や監督らの間にまで労働組合が組織されて映画会社と対立する前に 有力な映画業界人をアカデミーに集め、労働問題などの協議を映画産業のボスたち、主導で行う意図もあった。アカデミー賞は、副次的な産物であり、1929年に始まった当初は、夕食会の席で簡単に行われたものだった。しかし当初プロデューサーや、会社の意向や影響が大きかった、アカデミー賞選考は、会社側とスタッフ、 俳優ら労働側の対立が強まるにつれ、労働側の批判やボイコットを受けた。第二次世界大戦後、映画会社は制作、配給の独占を排除され、スタジオシステムや経営が由来だため、各社はアカデミーへの支援を行わなくなり、これを機に、アカデミーは、アカデミー賞セレモニーの放送券を、テレビ局に売ることで自立するようになった。アカデミーは1946年までハリウッドの、 メルローズアベニューのビルに本拠を置いていた。1975年に本拠はビバリーヒルズのウィルシャー通りの現アカデミー本部ビルに移り分散されていたオフィスが統合された。このビルには映画に関する展覧会を開催する2つのギャラリーのほか毎年のアカデミー賞ノミネート発表式の会場となっているサミュエル・ゴールドウィン・シアターと呼ばれる大きな映画館もある。このビルは 蔵書や所蔵フィルムが急速に増加するなど、組織の急成長によって間もなく手狭になった。1988年に、ビバリーヒルズ氏は、水道会社のビルだった歴史的建築を55年契約でアカデミーにリースし、この建物は映画研究センターと改名され図書館などが入居した。その後、ハリウッドに新しい拠点もオープンし、 フィルムアーカイブや奨学金事業部などが入居している。両建物はアカデミー創立会員のうちダグラス・フェアバンクスとメアリー・ピックフォードの夫妻にちなみ命名された。ビバリー・ヒルズの建物はフェアバンクス映画研究センターと改名され、ハリウッドの建物はピックフォード映画研究センターと名付けられている。2020年を目標にロサンゼルスカウンティ美術館に隣接した旧。 メイカンパニー百貨店ビルを改修し、アカデミー映画博物館とする事業が進められている。この建物は1939年に完成したストリームライン、モダン様式の歴史的建築物で、建築家、デンゾピアノによって大幅な改造と拡張が予定されている。アカデミーの会員になるには、その理事会からの招待が必要である。会員となる要件が満たされるのは、映画産業において、 多大な業績があるとして指名された会員候補者の中からアカデミー会員が投票したり会員が新たな会員候補の名を映画の各部門での際立った業績とともに提出したりした場合などである新たな会員の提案と投票は毎年行われていると見られているアカデミーは会員の一覧や選考された会員名を公開しないがハリウッドの 名だたる俳優やスタッフたちが名を連ねていると見られる。過去には会員として新たに招待された映画人の一覧を報道各社に広報した時期もあったが2016年からは招待制度に加えてキャンペーンを展開により適任者を勧誘していく方法も加えられることが発表された。また理事会もポストを3つ増やし3年の任期で会長が選んだ 新会員を入れることも決定した。アカデミー会員は、それぞれの職種ごとに17の支部に分けられる。数とが、複数の支部に入ることはできず、例えば脚本、監督、編集を同時にこなすなど一つの支部に分けることができない会員は、メンバーズティラージのグループに入れられる。2012年、映画芸術科学アカデミーによる会員についての調査結果を、ロサンゼルスタイムズ紙が公開し、 94%が白人、黒色人種は約2%、ラテン系になると2%以下という構成で、男女比も77%が男性という偏った構成になっていることが明らかになった。2016年、第88回アカデミー賞のノミネーションで、監督賞は男性のみ、主演男優賞、主演女優賞、女演男優賞、女演女優賞は白人のみとなり、 波紋を読んだ。1月18日、当時の会長であるシェデル・ブーン・アイザックスは、多様性を受け入れられるように会員の見直しを発表し、2020年までに少数派のアカデミー賞選考メンバーの数を現在の2倍にすることを発表。2017年からは、今までは会員であれば生涯投票に参加できたが、今後は投票権を10年間にし、映画界での活躍に応じて、 資格を更新する制度に変更。30年間投票権を持つことができた人、アカデミー賞の受賞者、ノミネート者は生涯投票権を認め、一方で、現在の会員で10年間映画界での活動がなく、アカデミー賞の受賞、ノミネート者でない者は、投票権なしの名誉会員となる、新たな会員規約も適用される。 2006年1月の時点で会員は5798人であったピックフォードセンターフォーモーションピクチャースタディハット ABCD 白人男性だらけのアカデミー賞改革へ女性黒人など少数派の選考メンバーを2倍にすることが決定第88回アカデミー賞シネマトゥゲー2016年1月26日閲覧 アカデミー賞投票者は94%が白人 &77% が男性。平均年齢は62歳。ロサンゼルスタイムズ誌。第84回アカデミー賞。シネマトゥデー。2016年1月26日閲覧。白人だらけのアカデミー賞に怒りの声。第88回アカデミー賞。シネマトゥデー。2016年1月26日閲覧。 アカデミー賞会長、白人だらけのノミネーションに、先行メンバー見直し発表、第88回アカデミー賞、シネマトゥデー、2016年1月26日閲覧、アカデミー・オブ・モーション・ピクチャー・アーツ・サイオンセス、ありがとうございます。